さんこんにちは。今日は渋谷に来てます。で今日はロシアから初めて日本に来た私の友達がいますけど、日本に興味があって日本に初めて来たっていうことで、ちょっと今日はインタビューしたいです。はい、こちらこんにちは、リナです。18歳です。ロシア人です。ロシア人です。どうですか？最高。最高。最高だよ。一言で言うと最高ね。私はずっと日本が好きだったから、自分で日本語を勉強した、だから間違いがいっぱいある。それに、まあ、最初に日本に来た時になんか本当にいい気持ちだった、いい感じ、なんか夢が叶った感じ、なんか ありえないことだけできたとか、本当に嬉しかった。今も嬉しいよ。夢みたい。夢を見ることみたい。夢の世界にいるみたい。まあ、分かるよ。私もそんな気持ちだったよ、確かに。それに、新宿と渋谷が一番大好き。本当に綺麗だよ。特に夜の新宿。ああ、綺麗だね。じゃあ、海外と違って、まあ、日本にしかないあるすごいものは？イケメン。イケメンがいっぱいよ。本当になんか、ロシアにイケメンはあんまりにいないけど、ここはいっぱいいっぱい。こっち、そっち、あっち、どこでもいるよ。どこでもいるよ。なんか一目惚れ毎日するよ。大変だね。ずっと思ったよりイケメンがいっぱい。やっぱり。じゃあ日本に初めて来たということで、日本食はどうですか？美味しい。なんかお好み焼きが好きです。寿司も食べたかと。ロシアの寿司と日本の寿司はちょっと近い。違うよ。それは何を食べました？あとは、いい質問だね。よく覚えてない。なんかよく覚えてない。美味しすぎて早く食べた。早く早すぎて取っちゃうよ。あ、全然、okay. 毎日歩く。あ、いっぱいあるね。日本の甘いものとか？メロンパン。メロンパンが大好き。メロンパン。メロンパン。メロンパンいつも持ち歩いてる。カバンの中に。トコンクラシッツパイでも荷物だ。メロンパンが大好きだけど、チョコチップメロンパン食べたことない。じゃあせっかくだから、紹介。メロンパン紹介。じゃあこれが商品紹介。メロンパン紹介。いい匂い。チョコの香り。うまい。リーナのおすすめ。なんかマニキュアに似合わない？似合うよね。マニキュアに似合うじゃん。なんかヒョウ柄メロンパンみたい。このチコチップのメロンパンってヒョウ柄っぽいよね、今思ったけど。ギャルのメロンパン。ギャルのメロンパン。はい、ということで、今日は発見したことは、チョコチップのメロンパンはギャルのメロンパンです。で日本に来てなんか思ったと違ったこととかって何かあったら教えてください。なんか予想と違ったものとか。天気は本当に暑い。今は一番ね、夏の一番、一年に一番暑い時期。まあいつも暑いわけじゃないけど、今は本当にちょうど一番暑い。まあ私は暑さが好きだから大丈夫。よかった。じゃあ日本に住めるね。住めたい。私はキットカットの変な味を本当に大好きだから、たくさんの味を食べてみて見つけたかった。だけどなかなかないよね。コンビニとかなんかいろんなコンビニで見つけるつもりだったけど見つからなかった。残念。なんかびっくりした。じゃあ日本で何が一番好きですか？何が一番好きですか？文化。文化。あとはメロンパン。メロンパンだけ。あとファッション。ファッションも好き。ファッション、そう、ファッション大好きだから、私たち2人でほらギャルだよ。ギャルだよ。時ギャルを歌ってた。まあまあ、ギャルポーズ。もうすぐプリクラを撮ります。プリクラマルキュー。渋谷。新宿。メロンパン。はい、ということで初めて日本に来たロシア人
人の、てかリナって嘘でしょ、本名教えてよ。秘密秘密、オッケー、じゃあリナと呼んでください。とアシアでした。みんなもあのリナのチャンネル、リナも YouTube やってるので、ぜひぜひチャンネルチェックしてみてください。ありがとうございます。